こんにちは。今日も JLB インバウンドカルチャーやっていきたいと思います。で、今日のテーマなんですけれども、外国人観光客の対応をするときに気をつけるべき6つの NG っていうところを紹介していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じですね。今日は6つ紹介していきます。で、これはですね、もちろんインバウンド関係者全員必須なんですけれども、その中でもガイドさんですね、ガイドさんは絶対これは気をつけた方がいいよっていうところを紹介していきます。ではまず1つ目、外人ですね。外人っていうのは NG です。で、外人っていうのをよく言う人います。これインバウンド業界の中でもこういうこと言う人いるんですけれども、基本的に外人っていう言葉はですね、外国人観光客の人たちに対して使わない方がいいです。で、なんでって思う人たちも多いと思うんですけれども、これ外人っていう表現が、まあ、エイリアン的な感じで捉えられることが多いです。で、僕自身も実はこのインバウンド業界に入る前ですね、あの外国人の人を外人って言ってた時がありまして、で、その街中で普通に今日外人少ないなって友達と話したら、たまたま横にいた、まあ、通訳のアメリカ人の人が歩いてたんですけど、まあ、仕事でいたみたいなんですけれども、なんで君は外人って言うんだみたいな、で、君たちは自分のこと内人って言わないだろうっていう感じですごい怒られて、で、え？ってそういうつもりじゃなかったのにと思って、まあ、インターネットでいろいろ調べてみたら、実際外人って言われるのは嫌だよっていうふうに思ってる人たちが多いっていうのことを知りました。日本語あんまり分かんない方でも外人ってことは知ってたりするので、もちろん外人って言葉が嫌だって思わない人たちもいるんですけれども、外人って言われて嫌な人たちも少なくないっていうところで、まあ、外人って言わないっていうところは決めた方がいいです。外国人っていうふうに言うようにしてください。はい、じゃあ2つ目がですね、 LGBT に配慮しない発言ということで、まあ、これ何かというと、まあ、LGBT っていうのはレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取って LGBT っていうんですけど、まあ、LGBT の他に Q とか、まあ、いろんなものがあるんですけれども、まあ、基本的にそういう性的マイノリティの人たちに対する、まあ、差別的発言っていうのは絶対にしてはいけません。これはまあ外国人かかわらず日本人っていうところももちろんそうなんですけれども、 LGBT の人たちに対する配慮っていうところはかなりしっかりやらないといけないと思っていて、例えば普段はすごいちゃんとしてる人が、 あいつ女っぽいよねとか、あいつゲイっぽいよねとかいう発言って結構する人いるじゃないですか。で、友達と話してる時にもそういうこと言う人たちいると思うんですけれども、そういうのも基本的には NG ですし、例えばそんなあんまり変なこと言わないよっていう人でも、例えばプリクラで撮った時に最近すごく女の子っぽくなったりもしますよね。で、そういう時に あなた女っぽいねとか、そういう感じの発言も結構 NG だったりしますっていうところで、LGBT への配慮っていうのはすごく大事なんですけれども、もちろんガイドをやってると男性のカップル同士で手をつないでくる人たちもいれば、女性同士で手をつないでくる人たちもいれば、こうお土産買いたいんだよねって言われた時に、誰に買うのって言った時に、男性のお客さんが彼氏に買うよっていう人たちがいたりもしますっていうところで、LGBT っていうところには皆さんが思ってる以上に気をつけて発言していただきたいなというふうに思っています。で、次がですね、個人的な宗教とか政治思想っていうところの話は NG です。で、これはもう当たり前に分かってるよっていう方も多いと思います。で、まあ、宗教のことに関しては宗教の話をしてはいけないわけではなくて、個人的な宗教の話はしないでくださいってことです。なので寺と神社の違いとかそういうのはもちろんありです。ただ自分の宗教がないないんだよとか、そういうのは基本的に話さない方がいいです。揉める元になったりしますので、基本的には、まあ、一般論としての宗教について話すのは OK だけど、個人的なものはなしという形でお願いします。で、政治思想、別に政治なんてそんな話す機会ないよって思うと思うんですよ皆さん。ただ向こうから聞かれることも多いんですよ。一番多いのはアメリカ人のゲストですね。アメリカ人のゲストが何を聞いてくるかというと、君はドナルド・トランプについてどう思うっていうふうに聞いてくるんですよ。で、これがもうすごい厄介な質問で、日本だとトランプさんって結構バカにしているイメージありますよね、テレビとかでも。なんかそういう、なので、あ、トランプはねえみたいな感じで、ちょっとネガティブな感じで言ったりすると、すごい熱烈なトランプさん支持者っていうこともありますし、
逆に、あ、トランプさんあれだよねってポジティブな表現をすると、もうトランプさんのこと大嫌いっていう人たちもいます。でこれを言うことによってお客さん同士も議論になったりし始めたりするので、もう基本的に政治的な質問とかされた場合に関しては、あ、ちょっとあんまりそこに対して詳しくないんだよねっていう感じで違う話に振るようにしてください。すぐに話題を変えるようにできるだけしてください。ここに関してはこの後最後にこう曖昧にしないとかいうのも出てくるんですけれども、この宗教とかに関しては曖昧にしていいと思っています。なのでここに関しては絶対議論はしない方がいいです。で次がですね、年齢を聞くですね。でこれ結構やりがちで、あなた何歳ですかっていうふうに聞いちゃうんですけれども、基本的にそれを言われて嫌だって思う人は日本人以上にいます。なので、まあ、もちろん日本人の特に女性とかだと年齢聞かれたくないよっていう人たちも多いと思います。まあ、男性でももちろんいると思いますし、っていうところで基本的に相手の年齢を聞くのは NG。 ただ例えば連れて行くお店で20歳以上じゃないと入れませんよとかいうお店もありますよね。でそういう時にあなた何歳ですかって聞くんではなくて、ここは何歳以上じゃないと入れませんっていう感じでお店側からのこう視点で伝えてあげるっていうのが重要です。ただ、まあ、国によっては年齢を気にする人たちもいるので逆に聞いてきたりします。でそれで皆さんが良ければ、まあ、答えてあげてください。嫌だったら教えられないって感じでちょっとふざけた感じにしてもらってごまかしていただければなと思います。で次が曖昧に伝える、曖昧に答えるっていうところですね。まあ、外国人観光客の人たちを案内してるともう本当に信じられないぐらい質問がたくさん来たりします。あれはなんで、あれはなんでっていう感じ で僕ら自身も思ったことないような質問が飛んできたりとか、え、確かにこれってなんでなんだろうって思うことすごく多いんですけれども、ここで分かんない時に、まあ、なんとなくで答えちゃうっていうのは基本的にガイド業界だと NG です。でなんでかっていうと、その適当に答えちゃったことが間違ってた時にそれを本人はずっと思ったままその友達にもずっと言い続けるんですよ、自分の国に帰った後も。なので誤ったその知識っていうのがずっと広まってしまうので、わからない場合はその場でスマホで調べていただいても結構ですし、後日調べてメールなどで送ってあげるっていうのもありだと思います。とにかく曖昧なことはその場で答えなくて大丈夫なので、しっかり調べた上で教えてあげるようにしてください。で最後ですね、周りや関係者に配慮しない行動っていうところがあります。でこれは本当に特にガイドさんに言いたいことなんですけれども、例えばデパ地下とかすごく人気ですよね、最近外国人の人たちに。でデパ地下に連れて行った時にやたら試食をバーってさせるみたいな、でお店の人からするとそもそも買う気ないのに試食ばっかさせてっていうところで、やっぱりお店の人からするともうそういうガイドさんたち来ないでくださいっていうお店も増えてたりします。なので、まあ、そういうところも配慮が必要ですし、喋る時に関しても、まあ、何人もこうゲストがいる中で10人とか20人いる中で道路の真ん中で喋ってしまうと、やっぱり外国人の人たちがバーっていると日本人の人が通る時とか他の通行人の方が通る邪魔になってしまったりしますので、必ず邪魔にならないような場所にこう移動するとか、そういうところを意識して案内してみてください。やっぱり地元の人たちの応援がないとガイドっていう仕事は成り立たないので、最近だと横丁とかも人気ですけれども、横丁とかでもしっかり横丁のルールみたいなのを教えないでただ案内だけするとか、一切飲まないでただ案内だけして写真もたくさん撮らせて、情報も伝えないで終わらせてしまうみたいなことになると、やっぱりその横丁の人たちからもなんだあのガイドはっていう感じで反発を食らってしまったりするので、やっぱりそういう意味で言うとしっかりその地域にお金が落ちるように、地域にとってもプラスになるように、そのお店にとってもプラスになるようにしっかりガイドさんとしては案内してツアーを行うっていうのが重要になってきます。で今日なんですけれども、この6つですね、 NG 紹介していきました。ぜひこの辺はですね、もう必須なので必ず覚えてやらないようにしてください。そういうことをやることによって地元の人たちにも愛されるし、そのゲストからも愛されるようなガイドさん、またはインバウンド業者の、まあ、お店の評判もすごく良くなってくるっていうところもありますので、ぜひここは気をつけてみてください。 JLB インバウンドカレッジではインバウンドの最新ニュースの解説であったりとか最前線の情報を発信していきます。
何か今日のテーマに関して質問があったりとか、あとは外国人観光客とかインバウンド業界に関して知りたいこととか、そういう感想とかありましたら、ぜひコメント欄ですねに書いていただければなと思います。また次回も楽しみにしていてください。じゃあね。概要欄にあります大森俊太のインバウンドカレッジの Facebook グループでは、インバウンドの最前線や一般公開していない情報などを発信しています。無料ですので、ぜひご参加ください。